さて続きましてグランプリ男子 1500m の決勝です。篠藤さん、はい、こちらもですね数年前に比べますと相当レベルが上がってますよね。かなり上がってますね、はい、もう少し前までは3分40を切る選手っていうのはちょっと稀だったんですけど、はい、まあ、昨年日本記録が出てそれで3分40を切る選手が8人出たんですよね、はい、まあ、世界と一歩一歩距離が縮まってきてるなっていう印象を個人的に受けてるんですけども、はい、これがですねトゥーラップス運営している横田君ですね、はい、彼が、まあ、いろんな仕掛けをしてるんですよ、はい、各所で大会やイベント開催して陸上競技の価値っていうのをすごいこう上げてくれてる、はい、彼がそういう、まあ、動きをしてくれることで、まあ、選手にもいい影響が出て、うん、まあ、陸上競技というものに対しての価値がすごい上がってるなっていう印象を受けてますね、はいはい、東京の方では中距離専門の大会も開催されてましたもんね先日。そうですね、はいはい、中でも篠藤さんが注目している選手は誰になりますか。そうですね、今日は高橋君、こちらですね今映っている選手、はい、そうですね、兵庫高校出身なんですけども、はい、4月の金栗記念では3分40秒14の自己新マークしてるんですけども、これ実は300メーター、はい、ラスト300メーターあたりでこけそうになったんですけど、はい、それなかったら僕3分40切ってたと思うんですよ、はい、だから今日はちょっと期待してみたいと思いますね、はいはい、こちらが高橋雄介選手です。この春から大学院に進んだんですかね。そうですね、はいはい、伊吹台中学、兵庫高校、北海道大学と陸上競技生活は続いています。高校時代はインターハイの優勝経験もあります。それからこちらの新井選手が前の日本記録保持者、実は去年この選手が日本記録を更新したんですがさらに塗り替えた選手が今手を挙げた川村選手ですから、小林さん、1年で2回日本記録が塗り替えられたんですね、はい、そうなんです。17年ぶりに破られた日本記録、新井選手が樹立しましたけど、はい、彼がここに立ち入ったことで破ったことで、うん、あ、僕もいけるんじゃないかっていうのがこう目まぐるしく起きている競技なので、はい、17年間止まってたのが何だったんだっていうぐらい今、そうですね、ガッと上がってますよね。時計がまた動き出しましたよね、はい、そして篠田さん注目の高橋、はい、この選手も去年一度は日本記録を更新しました。新井、愛三工業の木村、三菱重工の的野、茨城立教の森田、そしてペースメーカーが環太平洋大学の中島です。ペースメーカーがついているということでどのグランプリの種目もかなりハイペースな好タイムが出ますね、はい、こちらも参加標準記録、これアジア大会の参加標準記録と小林さん一緒ですよね。そうですね、はい、アジア大会の選考会も兼ねています。篠藤さん、タイムはどれぐらい予想しますか。そうですね、まあ、3分35秒というのはなかなかその標準記録難しいと思うんですけども、はい、3分40秒切るレースになってほしいですね、はい、3分40秒を切れるかどうかというのが一つの目安というグランプリ男子 1500m の決勝です。篠藤さん、風、はい、雨の影響どうでしょう、この時間になって。そうですね、さっき同性さんこけたのもちょっと雨の影響あるのかなと思うんで、そのあたりはちょっと気をつけていってほしいのと、まあ、風は今ちょっと止んでるんでそれは大丈夫かなと思います、はい、お、1人ランナーが飛び出しました。ペースメーカーの選手ですね、はい、ペースメーカーが引っ張って、そしてその後ついていく選手が1人2人3人とどんどん続いています。川村君いい位置つけてますよね、はい、いつも2番手から3番手につけて前で誰かが仕掛けても後ろから誰かが来てもすぐに対応できる位置に取るんですよね、はい、素晴らしいクレバーな選手です。今先頭は新電源工業の小林です。この選手も篠田さん実績ありますからね。そうですね、今日もまあいい位置につけてますんで、はい、ここから先頭伺ってるんじゃないでしょうか。そして日本記録保持者の川村が現在ペースメーカーを除いて2位、さらには畑の姿も見えます。左側に見えます駒澤大学の佐藤選手も非常にこれから楽しみですね、はい、そうですね、今年も世界陸上狙いたいということですけれども、まだ若いですから。入ったばっかりですよね。そうなんです、まだね、まあ、高校記録3つ、はい、3種目で持ってるとんでもない選手ですからね。そうですね、怪物ですね。なかなかでもちょっと環境にね、はい、なかなか慣れることがまずなんで、ね、ちょっと今日はどうか、はい、
でもまあそんなことは関係ないかもしれないですね、彼には。はい、篠戸さん、最初の 400m が手元のタイムで58秒、はい、このペースとしてはどうですか。まずまずそうですね、58秒から9秒あたりでいけば、まあ、3分40秒というところなので、はい、まあ、いいペースでいっていると思います、はい、ペースメーカーの中井君、いいタイムで引っ張ってくれてますね、はい、依然としてトップは星ナンバー3番の小林、その後川村、お星ナンバー4番駒澤大学1年生、京都洛南高校出身の佐藤、今2位に上がりました。去年 1500m、3000m、5000m で高校記録を更新しました。長身の佐藤が今2位に上がっています。篠田さん、この佐藤の動きどうでしょう。そうですね、かなり余裕ありそうなんで、余裕がありそう、はい、もう今にも先頭出ちゃいそうですけどね、はい、これスピード勝負になるので、ちょっと自信ない選手は今仕掛けるしかもうないですね。ラスト勝負になる可能性が、はい、最後までいたら川村選手が有利ですね、はい、そして星ナンバー13番の森田も上がってきました。川村が現在3位、そして新井も今4位から3位に上がりました。さらに、お、篠田さん、今高橋も粘ってますよ。そうですね、高橋君上がってきてますね、はい、上がってきましたよ、頑張ってほしいです、はい、兵庫県出身の高橋が現在4位、まあ、高橋は3分40を切るという大きな目標もあります。ちょっとタイム的には厳しいかもしれないですね、はい、最後どこまで上がるかですね。残り1周、高橋が現在3位に上がりました。そして2位が森田、1位は駒澤大学の佐藤、大学1年生がレースを引っ張ります。そして星ナンバー10番の愛三工業木村も上がってきました。高橋が粘ります。アジア大会は先行かかっているので、もうここは勝負に勝つことしかないですね、はい、大会記録は3分37秒94。高橋君いけますね、川村君もいませんし、高橋が現在トップに立ちました。そして森田もさらに外から9番の新井、高橋が粘る、新井が外から振り切ったが高橋が粘ったか、これは微妙なところになりました。最後は高橋か。3分40秒台でフィニッシュという最後3人でしたが、森田と新井とそして高橋ですね、篠戸さん。そうですね、いや安定してますね、3分40秒台で何回走るんだってとこですね、はい、すごいですね、本当に。まだ結果は出ていません。また悔しいですね、でも3分40切れなかった。高橋にとってはね、高橋君切りたかったでしょうね、はい、1200が3分ぐらいで通過してるんで、とんでもない。最後優勝は新井です。あー、すごい勝負。3分41秒08、100分の1秒差ぐらいで入ったんじゃないですかね、はい、そうですね。新井選手が見事な優勝でした。 1500m の男子決勝、そして2位に高橋。うわ、見てくださいよ、篠田さん、100分の1秒笑ってますよ、でも、ね、いやでも篠田さん、地元に帰ってきてね、はい、こういうレースたくさん ね、今までお世話になった方々も見ていると思うんですよ。そうですね、はい、まあ、そういうところで自分のいい走りを見せれたっていうのはすごい彼の中でも自信になるんじゃないでしょうか、はいはい、そして3位に森田が入りました、はい、岩さん、はい、見事優勝しましたホンダの新井菜々美選手です。おめでとうございます。最後は本当に痺れる展開だったと思うんですが、どのような気持ちで走ってましたか。まあ、なかなか最近勝つレースが少ないなと思っていて、まあ、勝ちたいなと、シンプルにまあ誰よりも早く走りたいなと思っていたので、まあ、いつもは無駄なところでスパートしちゃう癖があったんですけど、今日はもうラストまで止めるという形で進めることができました。そのあたり、最後の最後粘り勝てた要因はどこにありますかね。まあ、ずっと一人でトレーニングしてきて、まあ、きついことやってきたので、まあ、他人周りにいい選手がいれば、まあ、自分の力をより引き出してもらえるかなと思って、まあ、みんなの胸を借りる思いで走りました。さて、放送席には女子 1500m の元日本記録保持者の小林由里子さんがいらっしゃいます、はい、小林さんからいかがですか。新井選手、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでした、今日のレース展開含めて。まあ、ある程度、まあ、あまり速いペースで進まなそうだなという読みはあったんですが、はい、ただ、まあ、練習としてはずっとセリコを狙うための練習をずっとしていたので、まあ、そういった面で
まあ、一つ余裕を持ってできたのかなというふうに思います。あの大学時代日本選手権も優勝、室内の日本記録も数々打ち立てる中で日本記録を破られた、どういう気持ちでこう1年間取り組んでこられたんですか？そうですね、まあ、やっぱり17年誰も壊せなかったところっていうのを壊したことにまず自分は誇りを持っていて、はい、でそれに続く若い世代の子たちが、まあ、きっと躍起になって僕の記録を破ろうと頑張ってくれた、まあ、そういう結果の積み重ねなのかなっていうのを思っているので、はい、まあ、そこに対してはすごい、まあ、みんなで少しずつ扉が開いているのかなという感じで、まあ、喜びながらやってます。世界選手権の標準が3分35なんですけれども、次の目標を最後聞かせてもらっていいですか？もちろんそこが、まあ、目標になっていますし、まあ、そこを誰かが行かないといつまで経っても日本の中距離変わらないと思うので、みんなで、まあ、中でも僕が行けるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。おめでとうございます。見事優勝しましたホンダの新井菜々美選手でした。ありがとうございました。グランプリ男子 1500m 決勝、新井選手が見事な優勝でした。これ参加標準記録の3分35秒を破るとなりますと、篠田さん、また日本記録更新ということになりますからね、はい、そこにやっぱり行かないと、まあね、みんなその中距離の、まあ、コーチ、陸連の中距離強化コーチとか、はい、まあ、横田君が狙っているところっていうのはそこなので、はい、そこをまあ破っていかないといけないなっていう思いはみんなあると思います。はい、それと小林さん、佐藤選手もね、駒澤大学1年生、はい、まだ大学に入ったばかりですけれども、はい、積極的なレース見せましたね、今日はね。そうですね、あの高校記録を数多くこう打ち立てて、うん、すごい注目も期待も上がっている中で、はい、いや環境も変わり、ね、あの駒澤に進んで、うん、あの春先が大変だったと思うんですよね、まあ、徐々にで焦らずに作り上げていってほしいなと、彼持ってるので本当に素晴らしいものがあるので楽しみにしたいと思います。はい、